すいません、キンさん。はい、いらっしゃいませ。明日告白しようと思ってるんですけど。お、いいじゃないですか。応援してますよ。恋山形駅ってどうやって行くんですか？恋山形ですか？恋が叶うって有名じゃないですか。確かにピンクの駅舎に恋ポストなんかもありますからね。ただ、鳥取県の智頭急行なのでちょっと遠いですよ。そうなんですか？じゃあ恋が叶うもう一つの駅、小和田駅はどうですか？小和田駅ですか。やっぱ遠いですか？はい、遠いですね。長野県の飯田線の秘境駅なので、人よりも熊の方が多いかもしれませんよ。熊ですか？やめますやめます。じゃあ最後に小石浜駅はどうですか？小石浜駅も岩手県の三陸鉄道なのでかなり遠いですよ。全部遠いんですね。どこかいいところないですか？そうですね、小岩駅なんていかがですか？最寄りです。ご注意ください。各駅停車新宿行き到着です。ゆうとー。何？あのさ。なんだよ。あのさ、電車来ちゃうよ。早く。私、ゆうとのこと。各駅停車新宿行き到着です。電車来ちゃった、どうしよう。お客様、よかったらこのマイク使ってください。え、駅員さん？これなら彼に届きますよ。あ、ありがとうございます。ゆうと、聞こえる？え？私、ゆうとのことが好きです。付き合ってください。お願いします。もしかして、家のポストに入ってたチョコって、あの子が入れたのか？駅員さん、ありがとうございました。素敵でしたよ。駅員さんはチョコもらったんですか？ゼロでーす。すいません、駅員さん。はい、どうされましたか？これから新潟にスキーしに行くんですけど、もう板履いてていいですか？あ、ダメですよ。専用のケースにしまっていただかないと車内には持ち込めないですよ。え、上越国際スキー場前駅なんて出たらもうスキー場なんですよ。もう電車がリフトみたいなもんじゃないですか。電車は電車です。車内のルールはちゃんと守ってください。わかりましたよ。じゃあケースはどこにあるんですか？買った時についてこなかったですか？お店から入ってきたのでないですね。珍しい人ですね。では東口出たところに紫スポーツがあるので買ってきてください。あ、でももうシーズン券買っちゃったんでお金ないんですよ。出直してきてください。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、お前の負け。マジかよ。お前負けたからさ、そこのドアコックってやつ開けよ。マジでやるぜ。早くやれよ、ビビリ。どうなっても知らねえぞ。うん。うん。非常。ただいま、この電車、緊急停車いたします。あ、なんだ？お客様、どうされました？ドアコックを操作されましたよね。何か緊急だったんですよね。いや、罰ゲームで。お客様、ドアコックは緊急時に避難や脱出するために使うものなんです。もしドアが開いて、お客様が転落されたらどうするんですか？大事故ですよ。すいません、すいません。なので決して遊びでは使っていきません。これからは緊急時のみご利用ください。はーい。はい、わかれば。よし、新規は停車、地獄往来。あ、非常。お疲れ様です。たくあん、よく頑張ったな。先輩、僕もう無理かもしれません。俺も最初はこの仕事全然無理だなって思ってた。ただお前は何も悪いことしてないだろ。皆さんのために一生懸命安全運転していただけだろ。はい。お前はこの会社に欠かせない運転手だ。ありがとうございます。大丈夫だ。お前は今まで何万人もの命を背負ってきただろ。だからみんながお前のことを必要としてるんだよ。はい。それじゃあ人身事故の決まりに基づいて一週間たっぷり休んでこい。会社のことは気にしなくていい。わかりました。何かあったら俺に言えよ。すぐに駆けつけてやるから。先輩、ドア閉まります。ご注意ください。あー、クソダメだったか。え、あ、ちょっとカバン挟まっちゃった。え、大丈夫ですか、お兄さん。電車動き出したんだけど、やばいって、カバン挟まってる。助けてください。非常ボタン。うわ、お客様、手を離してください。あ、止まれ。僕が安全確認を怠ったせいでお客様を危険な目に遭わせてしまいました。本当に申し訳ございませんでした。いえ、駆け込んでしまった僕も悪いので
そういえば僕のことを助けてくれた方はどこにいますか？一応ボタンを押したものです。助かってよかったですね。本当にありがとうございました。今度しっかりとお礼させてください。いやそんないいですよ。お客様の勇気ある行動で一人の命が助かりました。なんとお礼を言ったらいいか。今度お礼させてください。いや駅員さんもいいですよ。いや本当にお礼を、お礼を。お客様、こちらで拝見しますね。お願いします。はい、お預かりいたします。こちらの定期券、昨日で切れちゃってますね。あ、そうなんですね。じゃあ、切符買いますね。ん？更新はしなくていいんですか？今日が卒業式で最後なので。なるほど。じゃあ、切符買ってきますね。あ、お客様、こちらの生産済証を使ってください。え、そんな、大丈夫ですよ。いえいえ、3年間定期券を使ってくださったほんの気持ちのお礼です。駅員さん、最後の学校へ行ってらっしゃいませ。行ってきます。切符通してください。車両後部よし。はあ、駅員人生終わっちまったか。あっという間だったな。駅員さん、電車出してくださいよ。終電はもう出ちゃいました。じゃあホテル代くださいよ。お客様、お待ちください。僕は不正なんてしてません。止まってください。おい、また遅れてんのか。申し訳ありません。いつになったら出るんだよ。まだ発車めどは立っておりません。ふん、いろいろあったな。柴田助役、交代に行きました。あ、北君、今までありがとうな。あとはお前に任せたぞ。お疲れ様でした。柴田助役。え、僕は柴田助役の背中を見てここまで成長できました。柴田助役の第二の人生へ出発進行。やかましいわ。次は流山温泉でございます。この駅も今日で廃止か。いやー、いろいろあったな。ちょっと、電車動かないのか。すいません、大雪の影響で運転見合わせております。たらく、これだから北海道は。申し訳ありません。ちょっと電車遅くないですか。今は吹雪の影響で速度を落として運行させていただいております。これなら歩いた方が早いんじゃないですか。申し訳ございません。嫌なことばっかだったけど、ここは素敵な駅だったな。まもなく流山温泉でございます。え、今までありがとう。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとう、ありがとう。みんな、ありがとう。すいません、駅員さん。はい、どうされましたか？さっき階段で足をひねってしまって、これから電車に乗るんですけど、歩くのも辛いんですよ。もしよろしかったら、車椅子ご用意いたしましょうか？本当ですか？助かります。かしこまりました。すぐに手配いたします。ありがとうございます。それでは行ってらっしゃいませ。ありがとうございました。お疲れ様です。豊洲駅メトロです。お疲れ様です。池袋駅たくあんです。車椅子のお客様の降車対応をお願いいたします。承知しました。列番と乗車位置をお願いします。列番が B1731 です。乗車位置が13号車等型、3番扉。車椅子は貸し出しです。承知しました。あとでファックス待ってます。お待ちしておりました。こちらへどうぞ。わあ、すごい連携。どうなさいました？あ、後ろ詰まってんだぞ。お客様、今ですね。ちんたらしてんじゃねえぞ。こっちは急いでんだぞ。そうだったのか、ごめんな。ああ、綺麗な字ですね。うるせえ。
どうなさいました？あ、おい鈴木、何ニヤニヤ仕事してんだ。すいません。後で駅長室来いよ。はい、わかりました。はい。こっち、急行電車ぐらいの怒り発車します。鈴木、何にやついてんだ、ちゃんとしろ。いや違うんです、これは